アフリカでは日差しが強いため、そういった日差しから舌を守るためにこのような黒っぽい色になったと言われています。そして、キリンの舌ですね、ものすごく長いです。ちょっと限界まで出してもいいですか？お兄さんの方が違うんですか？赤ちゃんはどうだろうね、もっと短いと思う。そして、舌ですね、先ほど黒っぽい色をしていると言ったんですけども、キリンの舌、根元の方は、私たちの人間と同じようなピンク